6月15日ですが、皆さん何の日か知っていますか？6月15日は語呂合わせでオウムインコと呼ぶことからオウムインコデーと決まりました。でも一体何をする日なのか、皆さんちょっとピンとこないですよね。実はオウムやインコたちは絶滅の危機に瀕している種類が多くいます。オウムとインコの魅力、野生での現状についてたくさんの人に知っていただき、みんなで守っていこうと全国の動物園が協力をし、さまざまなイベントを行っています。今日はこちら、とっても魅力的な仲間も来てくれていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速クイズです。第1問、ここに2羽の鳥たちがいます。どっちがオウムでどっちがインコだと思いますか？まずこちらの子、真っ白な体をしていますね。何やら頭の上にトサカのようなものがついています。続いてこちらの子、先ほどの子より一回り大きな体をしています。色は緑と黄色、あと青ですね。とっても鮮やかな色をしています。頭の上は先ほどの子とは違い、つるんとしていますよね。この子はインドネシアに生息をするタイハクオウムという種類で、お名前をライラと言います。南アメリカに生息をするルリコンゴインコという種類です。お名前をラドンと言います。ということはこちらの青い鳥がインコということですね。皆さん分かりましたか？クイズです。第2問、一体この子たち何を食べると思いますか？でも大きなくちばしを持っていますね。野生下では木の実や果実を食べています。リンゴやバナナといった甘い果物が大好きです。このくちばしを使ってクルミの殻を割って食べることもできます。そうそう、インコとオウムといえばおしゃべりも上手ですよね。これも理由があります。インコやオウムは仲間同士のコミュニケーションを非常に大切にしています。声を出す器官が発達をしているため、いろんな音を学んで発声することができるんです。今日は実際に聞いてみましょう。まずはこちらの子、この子はラドンというお名前です。なんと自己紹介ができるんです。それでは皆さん耳を澄まして聞いていてください。お名前はラドン。はい、ラドンと言ってくれました。まあ、皆さん聞こえましたか？もう一度やりますね。お名前はラドン。はい、ラドンとはっきりと答えてくれました。ご挨拶は、はい、こんにちはと答えてくれました。ご挨拶は、頑張って。ご挨拶は、もう一回。ご挨拶は、ちょっと緊張しちゃってるみたいですね。じゃあ今度はこっちのタイハクオウム、一緒におしゃべりしたいと思います。よいしょ、ライラもおしゃべりできるよね。うんうん、よし、じゃあうんうんと気合十分です。お名前は、はい、ライラと、ちょっとね小さいですが答えてくれました。もう一度やりますね。それ私が聞くんだよ、ライラちゃん。準備できた？お名前は、はい、ライラと小さいですが答えてくれました。今のいいインコたちですが、寿命はどのくらいだと思いますか？まずこちらのタイハクオウムだと、だいたい30年から40年です。ルリコンゴインコだと、なんともっと長い80年から100年です。とっても長生きですよね。これだけ長生きをするということは、動物たちを飼うときは最後まで面倒が見れるかしっかりと考えないといけません。今日たくさん紹介をして魅力を感じ、飼いたいと思った方もいらっしゃると思います。ルリコンゴインコやタイハクオウム以外にも、さまざまなインコやオウムが絶滅の危機に瀕しています。このオウムインコデーをきっかけに、皆さんが野生で生息している動物たちのために、自分たちに何かできることがないか探す、考えるきっかけとしていただければと思います。大きい、大きいです。体重はラドンだと1キロぐらいで、
ライラだと600グラム前後ですかね。角鳴き真似はできますか？ライラとラドンは鳴き真似はできません。でも他にも、まあ、さっきラドンだったらこんにちはを言ってくれたりとか、ライラもおしゃべりがもう少しできます。他にもおはようも言えますね。どうやって言葉を覚えますか？インコたちにまずはいろいろ覚えてほしい言葉を言って、それから、まあ、インコたちがたくさん喋ってくれるようになってくれたのを、真似してくれたのを、なのすごいねすごいねって褒めて喋れるように覚えてもらいます。では最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあ最後は一緒にバイバーイ。バイバーイ。ラドンバイバーイ。ラドンはしないって。バイバーイ。バイバーイ。ちょっと横向きですが、バイバーイ。はい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。名前は？ライラ。ライラ上手。ご挨拶は？ご挨拶は？ラ。こんにちは上手。リコ。ダンス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 。リコだね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。上手だね。リコだ。バイバーイ。せーの。バンザイ。バンザイ。一回。せーの。バンザイ。上手。リコ。すごい。しゅ。ゆう、そう上手。